トベドーム3日目レポート。ナンバー、アイ、ボルテージは日に日に高まっています。今夜のライブストリームをプレビューしましょう。円盤化決定。このサプライズレコーディング当日、カメラは回っていて、ディスクリリースの可能性をほのめかしていましたが、リリース日はまだ設定されていません。今日のレポートがディスク化されたら見るのは控えたいですが、我慢できません。そして、いつの間にか翔くんのインスタが更新されていました。 興奮はさらに高まりました。初日と二日目について投稿した人はみんな、富士の演奏を見たり聞いたりするために一晩中私を追ってきました。そして滝沢さん、インスタグラム更新ありがとうございます。滝沢社長や他の出演者は全員に声を上げるよう促したが、ナンバー、愛にはそれ以上の興奮は必要なかった。東京ドームでの統一された声は、会場全体を揺るがすほどの力強かった。 開会式の興奮した雰囲気から期待が応えられたことは明らかでした。この場所に戻ると隅々まで明らかな完璧さに浸っているような気分になります。声と共に涙が流れるこの場所に戻ってきてくれてありがとう。昨日の富士山は何とも言えない素晴らしさでした。ナンバー、愛の登場により圧倒的な存在感を持ったシーンが完成したと感じました。入社前からレポートは見ていましたが、 実際に体験してみるとまた違いました。ナンバー、i イファンだけでなく、会場全体が興奮の渦に包まれた。翔くんの中指を立てて手を引っ込めるという指示が印象的でした。今日も上優太と荒野がドームを震わせた。3月16日、優太のサングラスなしバージョンが、レッツゴーワイルドに更新されました。たまらないですね。言うのは最初は可愛らしいのですが、慌てるとまた違った魅力が出てきます。 今日の拍手生放送ではどのバージョンが公開されるのでしょうか翔くん、サングラスの奥でウィンクしてたよねファンの皆さん、興奮を抑えてください。サングラスを外さなかった初日、サングラスを外さなかった2日目、サングラスを外したばかりの3日目の今、ファンを引きつける翔くんの能力は、翔くんの能力だからのファンを魅了します。翔さんの独特の叫び声は誰も真似したことがありませんが、ナンバー、愛もファンも楽しんでいます。 キシユタが世界に笑顔を届け、こ野やが世界を楽しくし、平野が誰よりも楽しんでいる。ミッドナイトシティではキシんが歌い間違えてたけど、可愛かったです。1日目と2日目で髪型を変えました。次期愛んは今日どんな髪型にするのかな彼の爆発的な存在により、風圧によって彼があなたに向かって飛んでくる可能性があります。雑誌の表紙で見たような雰囲気ですね。あの危険な場所での彼の姿勢は不適切だった。 彼が私たちを心配させないことを願っています。首を光らせながら地面に飛び降りる騎士の姿は圧巻だった。この地域にいる時に生演奏を聴くことほど素晴らしいことはありません。彼のこの表情が大好きです。富士本番前の翔くんの口元が可愛かった。MC パートではナンバー、愛が笑顔でとても嬉しそうな表情を見せた。その笑顔は私も幸せにしてくれます。 ナンバー、愛の最後のキックの前に紫輝くんだステージの階段に立って高校生みたいにピースサインしてて可愛かった。